東急高知東急高知は、かつて東急バスが運行していた貸切バスの形態で、運行していた路線バスの名称及び車両、サービスの名称、並びに現在その路線を継承した一般路線及び車両、サービスの愛称有。1975年12月24日に高知自由が丘線が新設されたのが最初である。設定から一般路線化されるまでの間は、実態としては一般路線に近かったものの、免許、許可上は貸切形態をとっていた。これをもとに専用車両を用いて、デマンドバスとして運行するなど、一般路線とは異なる運行形態を取ることによって、高付加価値、高料金の概念を導入し、一般路線とは明確に差別化を図ったバスサービスを行った。一般路線への転換までに、都内、神奈川県内に5路線11系統が開設された。2001年前後に全路線が一般路線へと転換された。転換後も転換前のサービスを一部継承し、独特の路線群を維持しているため、東急高知の名は路線及び車両の愛称として継続して使用されている。現在は6路線14系統が運行されている。高知とは、イギリス英語においては、長時間、長距離移動等に適した、より快適な設備を持つものを指す。英語では、鉄道、バスを問わず、そうした設備の車両を高知と呼ぶ。東急高知ではハイバックの座席と観光バスタイプのフロントマスクを持つ専用車両を投入し、一般路線より優等なサービスを行うバス路線として東急高知の名が採用された。一般路線化された現在も検査時などに一般車両が使用される場合があるものの、おおむね高知専用車両が投入されている。どの路線も東急線の駅と住宅街の中を結ぶ。いくつかの路線では、通常の路線バスが進入しないような住宅街の境愛路を通行し、そのような場所にバス停やフリー乗降区間が設けられている。一般路線化以前に東急高知として運行された路線は以下の通り。太字は、終点を表す。なお、各路線の概要については、管轄営業所のリンクを参照されたい。高知自由が丘線は2000年10月2日より、それ以外の路線は2001年3月1日より一般路線化が行われた。内容としては、特に高知のサービスに関連するものとして、その他にも、などが行われている。一般路線化後も、東急バス及び周辺住民には、東急高知として認識、利用されている。本線ルートから外れた場所に迂回停留所を設け、同停留所で降車する旨の申し出がある場合、もしくは同停留所に設けられたコールボックスからの呼び出しがあった場合に限り停車するサービスである。迂回停留所に迂回するルートを迂回ルートもしくはデマンド区間と称した。迂回ルート、デマンド区間の多くはフリー降車区間と重複していた。コールボックスはボタンを押すだけでバスに呼び出しを行い、そのコールボックスを呼び出したところにバスは迂回され、コールボックスのあるバス停に停車する。また、コールボックスに記載された電話番号に一般家庭から電話するだけでバスを呼び出す機能も存在していた。バス車内においては電光表示によるルート図が設定され、迂回ルートに入る場合には迂回ルートが点灯し、車内乗客に運行ルートを知らせた。中には、次の停留所を表示する LED 案内装置や、迂回ルートをランプで点灯する表示板を設置する車両もあった。現在は、一般路線化の際に時間帯による運行ルートの変更、もしくは終日運行という形態に変更されている。これについてはこちらを参照。一定の区間において降車ボタンを押すことにより、どこでも停車するサービス。バスは安全な場所を選んで停車する。なお、所要時間が大幅に増えることを防ぐため、停車した際に近隣での降車客は一緒に降りるように自動放送で要請される。多くは迂回ルートデマンド区間にあった。フリー降車区間の場合、乗車は停留所で行う必要がある。山間地域や過疎地域などの交通の便が、発達していない地域ではしばしば見られるサービスであるが、住民の多い住宅地においては珍しいサービスである。一般路線化された後に設定された運行形態である。時間帯によって本線ルート及び迂回ルートを分けて運行する。自由が丘線、美術館線、鷺沼線では迂回ルートはデマンドルートがそのまま転換され、市ヶ尾線と青葉台線ではデマンドルートを含めた全区間運行という形に変更された。なお、一般路線改行に変更のあった路線については、本項においては、現在の運行ルートについてのみ記載する。フリー乗降区間、フリー降車区間は一般路線化後も維持されている。1975年の運行開始以来、一貫して三菱ふそう製の9メートルクラス中型車を投入しており、初代専用車の B623 バイトから、KMK115、116回、エアロミディ MK が代々投入されてきた。原則として他の東急バス路線で使用される車両とは異なる専用車で運行が行われている。当初は前扉のみの車両を導入していたが、1991年以降は青葉台、滋賀、尾線や鷺沼線、美術館線などに導入された車両は全中費となった。一般路線化後はワンステップバスやノンステップバスといった提唱車も導入されるようになったほか、高知自由が丘線では、一般路線化後比のレインボー HR が専用車として就役。東急高知では初めて三菱ふそう以外の車種が導入されることとなった。現在、これら高知車両で在籍しているのは、2代目自由が丘線専用車の比のレインボー2のみとなっている。歴代のカラーリングは4種類が採用されている。接待営業所は美術館線に加え、1999年9月以降は高知自由が丘線を受け持つようになったが、車両については両路線で分けられていた。美術館専用の車両が高知自由が丘線の運用に入るケースもあったが、その場合は室内のデマンド表示が美術館線仕様のまま運用されていた。中古車の一部が函館バスや上田バス、草刈交通に売却されているほか、東急高知1号車が川崎、宮崎台の電車とバスの博物館に保存されており、運転シミュレーターとして活用されている。同車は高知、自由が丘専用だったが、シミュレーターの路線は鷺沼線となっている。高知1号車。ありがとうございます。